ヒメウミガメは、ハチュウコウカメモクウミガメかヒメウミガメ属に分類されるカメ。別名オリーブヒメウミガメ。インド洋、大西洋、太平洋。大規模な産卵地としては、インド北東部、コスタリカの太平洋岸、メキシコの太平洋岸があり、ガイアナ、スリナム、マレーシア、パプアニューギニア、アンダマン諸島、フツリョウギアナなどでも産卵する。 校長メス50から70センチメートル。体重メス33から45キログラム。オスよりもメスの方が大型になる。C カンパンは5枚以上だが、7枚以上ある個体が多い。アバラカンパンは左右に6から9枚ずつあり、左右非対称な個体も多い。体色は排気褐色。19から20世紀にかけて、インド洋や太平洋では、 本種と赤ウミガメが混同されることが多かった。日本でも1967年まで本種が日本で産卵すると考えられ、エルオリバケアの和名が赤ウミガメとされていた。調査から日本で実際に産卵し赤ウミガメと故障。飼育されていたのは本種ではなくシーカレッタであることが判明し、シーカレッタの和名が赤ウミガメとなった。本種は新潟県。 寺止まりや福岡県滋賀島で標本が採集された、例はあるものの、日本近海に名業しても産卵はしないと結論付けられた。それに伴いウミガメ家でも小型種であることから、本種の和名が姫ウミガメに変更された。熱帯の海洋に生息する。植生は動物食で、主にカニエビやドカリなどの甲殻類、貝類などの軟体動物などを食べる。繁殖様式は卵生。 インドでは1の3月、スリナムでは5の8月、コスタリカ・メキシコでは6の12月の昼間に集団で産卵する。最大の繁殖地であるガヒルマータでは1999年に5カ所で計71万頭がアリバダを行った。コスタリカやメキシコでは1回に105個の卵を2から3回に分けて産む。卵が食用とされることもあり、皮も利用されることがある。 比較用の乱獲により生息数が減少した。比較用の採集は、ウミガメ化が過単位でワシントン条約付属書愛に掲載されてから減少しているが、食用の採集、差し網やトロール網による根獲によっても生息数が減少していると考えられている。海岸開発による栄装地の破壊、地球温暖化による精査の偏り、野生化した犬や豚による、 卵の捕食及び繁殖性効率が減少した中での感染症などによる影響も懸念されている。メキシコのハリスコ州では1960年代は2万から3万頭がアリバダを行っていたが、個体数減少に伴いアリバダは見られなくなった。スリナムとフツリョウギアナの国境付近では1965年には1日で500回以上の産卵が行われていたが、 1975年には最大40回まで産卵数が減少した。1975年のワシントン条約発行時にはワシントン条約付属書2、1977年にワシントン条約付属書 i に掲載されている。姫ウミガメとケンプ姫ウミガメは大群で上陸し産卵をするアリバダという現象を起こすことがある。他の種類のウミガメは アリバダは起こさない。アリバダは、主に浮きに、延べ数千から百万頭以上ものヒメウミガメが、数日から10日以上の間に一斉に上陸し、産卵をする、自然現象で日中にまで上陸と産卵が、続くことがある。その時には、メスガメが砂浜を覆い尽くし、他のメスガメが産卵した卵を掘り返してしまうことも、ある。アリバダが起こるのは、世界でも、メキシコで2カ所。 コスタリカで2カ所、ニカラグアで2カ所、パナマとインドで1カ所ずつの計8カ所の海岸だけである。メキシコのランチョヌエボでは初期のアリバダ研究が行われた。また、コスタリカの太平洋岸のオスティオナルでは大規模なアリバダが起こることで知られるとともに、地域組織によるウミガメの卵の計画的な採集と販売が行われ。 その収益を海ガメの保護と海浜の保全活動の予算とする保全プロジェクトが行われている。アリバタが起こる理由は一斉産卵で一度に大量の小ガメを孵化させることにより小ガメの生存率を高める戦略だと言われる。小ガメには孵化直後からクロコンドルやカモメ、軍艦鳥といった海鳥や大型魚などに捕食される危険がある。そのため生き残り、 生体となる個体は極わずかである。アリバダの語源はスペイン語のリバーである。ありがとうございます。